これでわかるルノアール。ルノアールの絵というと、ふくよかな柔らかそうなラフの絵の印象が強いです。彼は女性を描くのが大好きでした。それもとても幸せそうな。人生には不愉快な事柄が多い。だからこれ以上不愉快なものを作る必要はない。と彼は言っています。ルノアールの絵を見ていると、こちらも幸せな気持ちになってきます。ただ、そんなルノアールの絵の中で、異質なものがありました。こちらの桟敷石という絵。ルノアールの絵というより、ドガやマネを連想させます。私は気になって仕方がありませんでした。後ろにいる男性がオペラグラスで上を見上げています。ここは桟敷席、ボックス席、つまり2階です。舞台は下の方なので、彼が見ているのは劇ではなく、他の桟敷席にいる女性を品定めしているように見えます。女性は観客でもあり、逆に見られる側でもありました。おしゃれをしていき、劇に集中しているわけでもなく見られることを意識しています。この女性の表情は後ろの男性の行動のせいであまり楽しめてない表情なのか、他の誰かと目を合わせているのか、それとも新たなパトロンに見つけられるのを待っているのか、いろいろ想像させられる絵です。では、ルノアールの生涯を覗いてみましょう。1841年、フランス中南部のリモージュで生まれる。父は仕立て屋、母はお針子。ルノアール3歳の時、一家は職を求めてパリに移住。13歳の時、陶器の絵付け職人の見習いになる。絵付けのうまさで周りを驚かせたそうです。ただ、機械化が進み、手書きで絵を描く職人がいらなくなり、工房を辞めることに。職人として順調だったら、今私たちの知るルノアールは生まれなかったのかもしれません。20歳の時、画家になることを決意して、シャルル・グレールの画塾に入り、ここで、モネ、シスレー、バジールら、画家仲間と知り合いました。その中でもルノワールはモネと仲が良かったようです。二人で屋外でよく絵を描きました。これは二人が一緒に描いたラ・グルヌイエール。29歳の時、普仏戦争が勃発し、騎兵隊に従軍しましたが、翌年動員が解除されパリに戻ります。この時パリはパリコミューンの動乱真っ最中でした。パリコミューンとは、普仏戦争の講和に反対した市民が樹立した革命自治体のことです。そのパリコミューン収束後のサロンは保守性を増し、ルノワールや仲間の画家たちは落選が続きます。こうしたこともあって、モネやピサロと共にサロンから独立したグループ展を開催しました。後に第1回印象派展と呼ばれる展覧会です。第2回印象派展に出した収作では、市販が出ているとバッシングを受けます。絵の具をパレットの上で混ぜるのではなく、キャンバスに置いて光や影、物の形を出すのが印象派の特徴。最初は受け入れられず大バッシングでした。ルノアールの絵の体に描かれた紫色の斑点は影ではなく紫斑だと思われてしまったそう。その一方で彼の絵を気に入る人も出てきて、ジョルジュ・シャルパンティエというパトロンもできました。肖像画を好んで描いたため、サロンでの評価も他の風景画の画家より良く、印象派展とサロンと両方に参加しました。ドガやマネのようにリッチな家柄ではなかったので、とにかく生活のためにも認められる必要がありました。38歳の時、お針子をしていたアリーヌと出会う。正式に結婚するのは60歳の時。この田舎のダンスはアリーヌです。そしてこちらの都会のダンスはシュザンヌ・バラドン。この絵を描いていた頃は二股をかけていたという疑惑があります。家庭的で垢抜けない感じのアリーヌと対照的にシュザンヌはいろいろな画家とお付き合いのあった魔性系の女性。ゆとり色の母でもあります。父親は不明。シュザンヌについての動画もありますので、よかったらそちらも見てください。ルノアールの絵はずっと同じだったわけではありません。だんだんと、光メインで輪郭線のない印象派の技法に疑問を持ち始め、41歳でイタリアなどに旅をし、ラファエロやアングルを研究。第7回印象派展に船遊びをする人々の昼食などを出しますが、この頃から明確な輪郭線が現れ始め、古典主義への関心が強まっていきます。そして42歳から47歳頃にかけて、デッサン重視で硬いタッチのアングル風の時代が訪れ、その集大成として大水浴図を制作。60歳以降はアングル風の硬さがなくなり、温かい色調の女性ラフ像を数多く制作しています。晩年、レジオン・ド・ヌール勲章を授与されたり、
1904年には大回顧展が開かれたりして、巨匠としての地位を確立しました。68歳頃から関節リウマチを患います。その療養のためもあって、南仏カーニュに移り、リウマチと戦いながら最後まで制作を続けました。このルノワールの家によくピカソやマティスなど若手の画家が訪れていました。1919年89歳でこの世を去る。こちらの美しい少女の絵をご覧ください。イレーヌ8歳、パリの裕福なユダヤ人の銀行家のご令嬢。彼女は結婚し、2人の子供を設けます。長男ニッシムと長女ベアトリス。ですがイレーヌは別のイタリア人の男性に恋をしてしまい、離婚して子供たちは元夫が育てます。この絵は娘ベアトリスが持っていました。その後、ニッシムはパイロットで従軍した第一次大戦で戦死し、ベアトリスは第二次大戦中、ユダヤ人の夫と子供と一緒にアウシュビッツで虐殺されてしまいました。イレーヌは2度目の結婚で名字を変え、カトリックに改宗していたので救われました。この作品はナチスに取り上げられますが、終戦後にイレーヌのところに戻ってきました。ですが彼女はこの絵をすぐ手放します。理由はわかりません。手元に置いていくのが辛かったのでしょうか。ここに書かれているイレーヌは、まだこの先起こることなど想像もできない、とても穏やかで静かな表情をしています。お疲れ様でした。では最後に、ルノワールの他の作品も見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。